蓮舫街頭演説でブーメランが直撃し大炎上蓮舫さんが都知事選の街頭演説にて現役世代は結婚して子供が生まれれば控除がどんどん増えていく結婚して子供がいれば税額控除が受けられるなどと発言されてしまい蓮舫さんも閣僚を務めていた悪夢の民主党政権が16歳未満の子供が対象の年少扶養控除を廃止したとして 批判が悟し大炎上してし大ててままっておりますこちら蓮舫さんはこの控除という言葉次助、共助、控除の控除だと言い訳をされておられますが、まあ、税額控除と発言されてしまっておられますので、まあ、その税の控除だと思われますけども現状蓮舫さんはこれまでの所業がすべて返ってきてしまわれているのではないかと感じるような惨状に 陥っっててしままおります今年先のイメージ戦略や芸人を動員するなどして都知事選において若者の支持を得ようと画策されているようでございますけれども若者は SNS からも蓮舫さん関連の情報を得ておられますので小バカにされていると感じられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 さらに立憲共産党側が病院の待合室などでも選挙運動を実施してしまっていることが確認されてしまっており、連邦陣営全体で選挙運動が逆効果になっているようにも見えてしまいます。東京都にお住まいの国民の皆様、有権者の皆様には選挙において審判を下していただくようにお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただきありがとうございました。